はい、こんにちは。ここはね、天竜浜名湖鉄道、今線路渡ってきました。今から向かうところは、下調べあんまりしてないんですけれどもね、会社の先輩が綺麗だから行ってみなということで教えていただいたので、川見四季桜っていうのかな、だったかな。お天気もいいし、まあ紅葉、今の時期あちらこちら綺麗に見えているようなので行ってみようかなと思って家を出てきました。現在これ国道257号線ですね。浜松方面から来て北へ向かうような形で走っております。まあ下調べをしてないとは言ってもね、ツーリングサポーターにはナビを設定しまして、今そちらのナビの案内で向かっている状態でございます。ここは奥浜名湖エリア、比嘉の関所があるようですね。そしてこれを右手の方に曲がっていくみたいなんですけど、龍潭寺、龍河指導となっていきますけど、ここね、斜め右方向ですね。金指西の信号を右方向で北へ向かっていきます。はい、これで257を随分進んできたんですけれども、ここで新東名、浜松稲佐第二東名ですね、浜松稲佐インターの入り口です。まあ私のね、上部は125なので、高速は乗れませんので、このまま下道をゆるゆると走っていこうと思います。これまっすぐ行って新城方面ね、257をひたすら走っていきます。三遠南信っていうね、自動車専用道路も出てくるんですけど、まあこちらもね、125cc 以下は通行できませんので、三遠南信無料ですけれども、ここもスルーして257号線へ進んでいきます。今回ですね、撮影の方法としまして、ヘルメットにアゴマウントをつけて、そこに GoPro くっつけて撮影しています。そしてマイクはですね、ソニーのマイクを、接続しまして、そして撮影しています。かなり早い時期にね、アゴマウント買ったりマイクも買ったりしたんだけど、なかなかね、設定がね、うまくいかなくってね、結局のところね、アフレコでね、ご紹介するような形になってしまったり、まあ何度かね、こう挑戦はしているんですけれども、今回は何度目の挑戦なのかな。うまく声も入って映像もお届けできたらいいなと思っている次第でございます。ここらまで来たらちょっと寒くなってきたな、やっぱり。市街地走ってる時のまんまだとやっぱちょっと寒いですね。中に暖を1枚着ようかなと思います。やっぱ泊まれるところがあったらね、泊まって暖を羽織りたいなと思うんですけれども、あそこのトンネルの手前、あそこでいいか、あそこへ、ちょっとここへ泊まらせてもらいますね。日の当たってるところの方がいいので、よいしょ、ここのあったかいところで。はい、今ね、洋服1枚ダウンを着ました。薄手のダウンですね。私まだね、免許取ったばっかりで、そのなかなかね、装備を揃えられないんですよね。なかなかの出費になりますもんね。
本当はね、冬になる前にね、プロテクター入りのジャンパー欲しかったんですけれども、やっぱ金額的にね、もう5万とかね、6万とかするんですよ。で、いろいろね、考えた結果、私ね、登山やってたので、まあ本当だったらまだ今も行きたいんですけどね。登山をやってた時の装備がね、あるので、装備というか、服装ですね、洋服。代用できないかなと思って、今その山用のね、洋服を着ています。で、内側には、デイトナのインナープロテクターですね、レディース用の。それを着て、上に登山用の洋服を着て、まあ風とかにもね、耐えられるように。普通の服装でね、走るとね、もうなんかね、すごくね、風に煽られちゃうんですよね、やっぱり。やっぱりバイクはね、バイク用の服装を着て、そして走った方が、安全にね、走れるかなっていうのをね、身をもって体験しました。そう。やっぱりジョグ 125cc、このね、車体の重さですけども、95キロだったかな。100キロもないんですよ。なのでね、やっぱり大きいバイクに比べると、対向車のね、トラックだったりとか、すれ違ったりするときにね、結構煽られたりします。特にね、制限速度60キロのバイパスなんか走ってるとそうなんですよね。2車線ある道路を左側走っていて、で、右側から、大きなトラックが、抜いてくじゃないですか。もうその横から抜かれるだけでもね、ふわっとね、なるのでね、教習所では、車線の真ん中を走りましょうなんていう風に教わったんですけれども、車線の真ん中走っててもね、ふわっとね、倒れちゃいそうになるんですよ。なのでね、ついついね、車線のちょっと左側寄りを走っちゃうんですけど、そうすると、ジョグ125の車体自体が小さいから、普通の原付、50cc の原付と間違えられてるのかな？もうちょっとそこら辺よくわかんないんですけど、なんか嫌なまくられ方するんですよね。もう10センチか15センチしか離れてないぐらいの横をすり抜けられるというか、そんなね、まくられ方もね、かなり、経験してきました。まあ、50cc のね、原付、まあ以前は私レッツバスケット乗ってたんですけど、まあその時はね、当然左側っていうか車線の左側をね、トコトコと走ってて、そういうまくられ方するのは、まあ仕方ないなと思ってたんですけど、制限速度60キロのところで、まあ、ね、小型二輪の最高速度160キロ出して、まあ法定速度以内で走っていても、そういうことが起きるわけなんですね。まあやっぱ見た目でしょうかね。で、私自身も小柄だし、バイクもちっちゃいし、まあそうなると、まあ車乗ってる人からすると、邪魔なんですかね、同じ速度で走っていてもね。まあね、こういう山に来るとね、そういうことはないんですけど、やっぱり車の多いね、バイパスだったりとか、市街地とか走ってると、ちょこちょこそういう出来事に遭遇します。まあ、ナンバーもピンク色だしね。
まあ、原付、50の原付とは、ナンバーの色は違うわけなのでね。分かってる人はね、そういう嫌なまくり方しないんですけどね。うん。まあ、こればっかりはしょうがないでしょうね、きっとね。まあ、とりあえず、今はこんな感じで山道入ってきてますので、気持ちよく走っていきたいと思います。それでも、あれかね、もう紅葉終わっちゃってるのかね。っていうか、その先輩が言うにはね、桜が咲いてるって言うんですよね、この時期にね。四季桜だとかって言って。で、なんかホームページかなんかね、ネットで写真を見せて、まあ、その先輩の写真を見せてもらったんだけど、冬場に桜が咲くんだよ、みたいなことを言ってたんですよ。まあね、桜もいろんな種類がありますからね。河津桜だってね、時期ずれて咲くわけだし。なんで今日はちょっとその四季桜っていうのもね、咲いていてくれたらいいなーっていう気持ちで向かっております。なんか看板出てきましたね。茶臼山高原道路、蓬莱寺山パークウェイ。まあ、随分、北へ来たのかな。あ、エナとか、設楽の看板も、文字も出てきましたね。まっすぐは257。左69、県道かな。県道69、豊橋豊川方面ね。右439、飯田東映方面。これは、まっすぐ行きます。ああ、私だけかかっちゃったよ。この前、カジカナ湯行った時はここ曲がってったんだよね、右へね。流しのって言ったら、流しのかね。こっからはまっすぐは行ったことないんだよね。いやー、ツーリングサポーターすごいな。ファミリーマートって、ちゃんとあるし、ファミリーマート。なかなか信頼できますね、ツーリングサポーター。すごく丁寧に教えてくれる。やっぱね、他のナビだとね、まあ、信号の名前は言っても、ね、ファミリーマートとかってそんな言わないしね、すごくわかりやすい。その、なんていうのかな、女の人の説明が、なんか安心して走っていける感じがします。257号線、恵那設楽方面。なんか周りの山を見ても、もうほとんど枝になっちゃってるから、まあもしかしたら紅葉は期待できないかな。もう終わっちゃってるかもしれないね。この先カーブが連続しますなんてね、ナビ教えてくれるんですよね。すごい親切。なんか気持ちいいね、やっぱりね。周りに車いないし、ゆっくり走ろう、奥三河。ああ、信号かかっちゃった。1キロ先左方向って言ってるんだけど、どこだかな。県道20号線どこだ。もうちょっと向こうか。あ、あれか。ん、これなの。あれか、これか、これか。これを左行きます。県道20号線。よし。ここは恵那市に入ります。岐阜県恵那市に入りました。そうだよね、豊田市も越えてきたもんね。
のどかでいいね、ここらは。雲は一つもありませんな。うわすごいよ、この風圧。あ、道の駅だ。ちょっとトイレ寄っていこう。道の駅したら。道の駅したら。え、どこ？ここ？あ、でもこれだけね、前がゆっくりに走ってくれてるからね、ずいぶん走りやすいですよ。オートバイ乗るようになってね、そのヘルメットを、フルフェイスのヘルメットを買ったわけなんですけど、まあそれ、兵道っていうお店でね、買ったんですよね。で、兵道さんの方にもね、いろいろお洋服の方がね、いっぱい置いてあって、私、兵道っていうお店すらもね、知らない状態だったから、まあそちらの方でね、ヘルメットを買ったことによって、まあメール便がね、うちへ届いたんですね。ハッピー宝くじっていうね、その宝くじのね、当選番号確認するためにね、再びお店の方に立ち寄りまして、確認しましたらね、なんと1万円分のね、宝くじ当たりました。まあ今までね、こういうの当たったことなかったからね、私。うわ、すごいの、たかが。だからちょっと嬉しくてね、うん、その場でね、もう迷わず、2万2000ぐらいの、あったかいライダーパンツ。まあジーンズで、まあ今日履いてるんですけど、膝プロテクター入りのね、ライダーパンツをね、できちゃいました。で、ハンドル周り、もうでもやっぱりね、もう分厚い手袋してもね、指先がね、やっぱ冷たくなるんですよね。冷たいというかね、なんかちょっとピリピリね、しびれるような感じ、痛くなってきちゃって、いやこれはちょっとね、いかんなと思って、小峰のね、ハンドルカバーを買いました。でもなかなか可愛いですよ、小峰のハンドルカバー。カラーリングもいくつかあってね、私のジョグは赤だから、赤い色のね、ハンドルカバーにしたんですけど、正面から見るとね、ちょうどそこのハンドルカバーの赤がね、車体からピョッと見えるのでね、なんか可愛いね、お耳がついてるみたいな感じでね、なかなか私ね、この小峰のハンドルカバー気に入っております。ささゆりの湯、あ、ささゆりの湯、帰り入ってきてみようかな。湯冷めしちゃうかな、こっからだと。まあもっと機体も買うから、これで多分合ってる、いけるとは思うけど、大丈夫かな。あ、凍結注意も出てきてるしね。いやー、それにしても寒い。空気が冷たいね。県道20号線かな。なんか横が川なんだけど、なんかダムっぽい感じするんですよね。うわー、すごい。ガタガタ。ほらね。結局、この川沿いを登っていく感じになるんですけど、なん車もいないし、あんまり、すれ違う車もいないし、ちょうどいいこんなカーブがいっぱいあって、気持ちいいですね、ここの道も。うわ、すごいね、あそこも。石な、あの積み重なり方。そう、落石注意って書いてあったもんね、ここね、この道、入る前に。うわ、すごいよ。登ってく、登ってく。この先カーブが連続だって。
おうおう。あ、やっぱりダムだね。ほら。なんかそんな気がしたもん。え？施工予定。大型車両通行止めか。もう通行止めの看板見るともうドキドキしちゃうよ。ああ、真っ暗。怖い。真っ暗。電気一つもないもんね。よいしょ。よいしょ、よいしょ。なかなかいい道。ん？大型車両通行止め。もう通行止めびっくりする。1分待たなあかんな、これ。あ、もうちょっとだね。何分に着く？信号長い。中央線。明智方面へ向かってきます。まだ着かないの？この先。あ、でももう2時だよ、2時。これか。桜のビューポイントと四季の回廊、現在地はあそこだね、赤くなってるとこ。結構ね、ここ来るまでにね、たくさん咲いてたからね。すごいよね。でもね、この時期にススキと桜なんてね。咲いてる。あ、でもいいな、これさ、どうなんだろうね、きっとね。これすごいね、今の時期にすごい綺麗。今日お天気もいいからね。あっちもね、全部そうだもんね。来てよかった。さっき転んじゃったしね。びっくりしちゃったけどね。